その時、いいの、私はきちんと始末いたします。初めから覚悟していたことなのです。本当にもう、変わった声でつぶやいたので、それはいけない。お前の覚悟というのは私に分かっている。一人で死んでいくつもりか、でなければ身一つでやけくそに落ちていくか、そんなところだろうと思う。お前にはちゃんとした親もあれば弟もある。私はお前がそんな気でいるのを知っていながら、はいそうですかと済まして見ているわけにゆかない、などと分別ありげなことを言っていながら、カシチもふっと死にたくなった。死のうか、一緒に死のう。神様だって許してくれる。二人厳粛に身支度を始めた。誤った人を愛慕した妻と、妻をそのような行為にまで追いやるほど、それほど日常の生活を荒廃させてしまった夫と、お互い身の結末を死ぬことによってつけようと思った。早春の一日である。その月の生活費が14、15円あった。それをそっくり携帯した。そのほか二人の着替えの着物をありったけ、カシチのドテラとカズエの合わせ1枚、帯2本、それだけしか残ってなかった。それを風呂敷に包み、カズエが抱えて、夫婦が珍しく肩を並べての外出であった。夫にはマントがなかった。クルメガスリの着物にハンチング、濃紺の絹の襟巻きを首に結んで、下駄だけは白く新しかった。妻にもコートがなかった。羽織も着物も同じ矢頭模様の名線で、薄赤い外国製の布切れのショールが不似合いに大きくその上半身を覆っていた。質屋の少し手前で夫婦は別れた。真昼の荻窪の駅にはひそひそ人が出入りしていた。カシチは駅の前に黙って立ってタバコをふかしていた。きょときょとカシチを探し求めて、ふいっとカシチの姿を認めるや、ほとんど転げるように駆け寄ってきて、成功よ、大成功とはしゃいでいた。15円も貸しやがった、バカね。この女は死なぬ、死なせてはいけない人だ。俺みたいに生活に押しつぶされていない、まだまだ生活する力を残している。死ぬ人ではない。死ぬことを企てたというだけで、この人の世間への申し訳が立つはずだ。それだけでいい。この人は許されるだろう。それでいい。俺だけ一人死のう。それはお手柄だと微笑して褒めてやって、そっと肩をたたいてやりたく思った。合わせて30円じゃないか。ちょっとした旅行ができるね。新宿までの切符を買った。新宿で降りて、それから薬屋に走った。そこで催眠剤の大箱を1個買い、それから他の薬屋に行って別種の催眠剤を1箱買った。和江を店の外に待たせておいて、カシチは笑いながらその薬品を買い求めたので、別段薬屋に怪しまれることはなかった。最後に三越に入り、
薬品部に行き、店の雑踏ゆえに少し大胆になり、大箱を二つ求めた。黒目がち、真面目そうな細表の女店員が、ちらと小木のしわを眉間に浮かべた。嫌な顔をしたのだ。加七も、はっとなった。急には微笑も作れなかった。薬品は冷たく手渡された。俺たちの後ろ姿を背伸びして見ている。それを知っていながら、加七はわざと和江にぴったり寄り添うて人混みの中を歩いた。自身こんなに平気で歩いていても、やはり人から見るとどこか異様な影があるのだ。加七は悲しいと思った。三越ではそれから和江は特売場で白足袋を一足買い、加七は上等の外国タバコを買って外へ出た。自動車に乗り浅草へ行った。活動館へ入って、そこでは「工場の月」という映画をやっていた。最初、田舎の小学校の屋根や柵が映されて、子どもの唱歌が聞こえてきた。加七はそれに泣かされた。恋人同士はね。加七は暗闇の中で笑いながら妻に話しかけた。こうして活動を見ていながら、こうやって手を握り合っているものだそうだ。不憫さに右手で持って和江の左手を手繰り寄せ、その上に加七のハンチングをかぶせて隠し、和江の小さい手をぐっと握ってみたが、さすがにかかる苦しい立場に置かれてある夫婦の間ではそれは不潔に感じられ、恐ろしくなって加七はそっと手を離した。和江は低く笑った。加七の不器用な冗談に笑ったのではなく、映画のつまらぬギャグに笑い興じていたのだ。この人は映画を見ていて幸福になれるつつましいいい女だ。この人を殺してはいけない。こんな人が死ぬなんて間違いだ。死ぬのをよさないか。ええ、どうぞ。うっとり映画を見続けながらちゃんと答えた。私一人で死ぬつもりなんですから。加七は女体の不思議を感じた。活動館を出た時には日が暮れていた。和江は寿司を食いたいと言い出した。加七は寿司は生臭くて好きでなかった。それに今夜はもう少し高価なものを食いたかった。寿司は困るな。でも私は食べたい。和江にわがままの美徳を教えたのは当の加七であった。忍従のすまし顔の不純を冷笑して威張って教えた。みんな俺に跳ね返ってくる。寿司屋で少しお酒を飲んだ。加七は牡蠣のフライを頼んだ。これが東京での最後の食べ物になるのだと自分に言い聞かせてみて、さすがに苦笑であった。妻は鉄火を食べていた。おいしいか。まずい。芯から肉肉しそうにそう言ってまた一つ頬張り。ああまずい。二人ともあまり口をきかなかった。寿司屋を出てそれから漫才館に入った。満員で座れなかった。入り口からあふれるほどいっぱいのお客が押し合いへし合いしながら立って見ていて、それでも時々あっはっはっはと声を揃えて笑っていた。客たちにもまれもまれて、和江は加七のところから5軒以上も遠くへ引き離された。和江は背が低いからお客の垣の間から舞台を覗き見するのに大苦心の体であった。田舎臭い小女に見えた。加七も客にもまれながらちょいちょい背伸びしては、和江のその姿を心細げに追い求めているのだ。舞台よりも和江の姿の方を多く見ていた。黒い風呂敷包みを胸にしっかり抱きかかえて、
そのお荷物の中には薬品も包まれてあるのだが、頭をあちこち動かして舞台の芸人のありさまを見ようと焦っている和江も、時たまふっと振り返って貸しの姿を探し求めた。ちらっと互いの視線があっても、別段二人微笑もしなかった。何でもない顔をしていて、けれどもやはり安心だった。あの女に、俺は随分お世話になった。それは忘れてはならぬ。責任はみんな俺にあるのだ。世の中の人がもしあの人を死弾するなら、俺はどんなにでもしてあの人をかばわなければならぬ。あの女はいい人だ。それは俺が知っている。信じている。今度のことは、ああ、いけない、いけない。俺は笑って済ませぬのだ。ダメなのだ。あのことだけは俺は平気でいられぬ。たまらないのだ。許せ。これは俺の最後のエゴイズムだ。倫理は俺はこらえることができる。感覚がたまらぬのだ。とても我慢ができぬのだ。笑いの波がわっと館内に広がった。加七は風に目くばせして外に出た。水上に行こう。ね。その前の年のひと夏を水上駅から徒歩で1時間ほど登って行きつける谷川温泉という山の中の温泉場で過ごした。真実苦しすぎたひと夏ではあったが、苦しすぎて今では濃い色彩のついた絵はがきのように甘美な思い出にさえなっていた。白い夕立の降りかかる山、川、悲しく死ねるように思われた。水上と聞いて和江の体は急に生き生きしてきた。あ、そんなら私甘栗を買っていかなくちゃ。おばさんがね、食べたい食べたい言ってたの。その宿の老妻に和江は甘えて、また愛されてもいたようであった。ほとんど素人下宿のような宿で、部屋も3つしかなかったし、打ちようもなくて、すぐ隣の大きい旅館にお湯をもらいに行くか、雨降ってる時には傘を差し、夜なら提灯か裸ろうそく持って下の谷川まで降りて行って河原の小さい露天風呂に浸らなければならなかった。老夫婦二人きりで子供もなかったようだし、それでも三つの部屋がたまに塞がることもあって、そんな時には老夫婦てんてこまいで、和江も台所で手伝いやら邪魔やらしていたようであった。お膳にも筋子だの納豆だのついていて、宿屋の料理ではなかった。加七には居心地よかった。老妻が吐いたを患い、見かねて加七がアスピリンを与えたところ、効きすぎて手もなくとろとろ眠り込んでしまって、普段から老妻を可愛がっている主人は心配そうにうろうろして、和江は大笑いであった。一度加七が一人頭を垂れて宿近くの草むらをふらふら歩き回って、ふと宿の玄関の方を見たら、薄暗い玄関の階段の下の板の間に老妻が小さくペタッと座ったまま、ぼんやり加七の姿を眺めていて、それは加七の尊い秘密の一つになった。老妻といっても四十四五の福々しい顔の上品におっとりした人であった。主人は養子らしかった。その老妻である。和江は甘栗を買い求めた。加七は勧めてもう少し多く買わせた。上野駅にはふるさとの匂いがする。誰か郷里の人がいないかと加七にはいつも恐ろしかった。分けてもその世はお棚の手代と女中が藪入りでうろつき回っているような身なりだったし、ずいぶん人目がはばかられた。売店で和江はモダン日本の短編小説特集号を買い、加七はウイスキーの小瓶を買った。新潟行き、10時半の汽車に乗り込んだ。
向かい合って席に落ち着いてから二人はかすかに笑った。ねえ、私こんな格好しておばさん変に思わないかしら。構わないさ。二人で浅草へ活動を見に行って、その帰りに主人が酔っ払って水上のおばさんとこに行こうって聞かないからそのまま来ましたって言えばそれでいい。それもそうね。ケロッとしていた。すぐまた言い出す。おばさん驚くでしょうね。汽車が発車するまではやはり落ち着かぬ様子であった。喜ぶだろうきっと。発車した。和江はふっとこわばった顔になり、キョロとプラットフォームを横目で見て、これでおしまいだ。度胸が出たのか、膝の風呂敷包をほどいて雑誌を取り出し、ページを食った。カシチは足がだるく、胸だけ不快にワクワクして、薬を飲むような気持ちでウイスキーを口飲みした。金があれば、何もこの女を死なせなくてもいいのだ。相手のあの男がもう少しはっきりした男だったら、これはまた別な形も取れるのだ。見ちゃいられぬ。この女の自殺は意味がない。おい、私はいい子かね。出し抜けにカシチは言い出した。自分ばかりいい子になろうとしているのかね。声が大きかったので和江は慌て、それから眉を険しくしかめて怒った。カシチは気弱くニヤニヤ笑った。だけどもね。ほどけてわざと必要以上に声を落として。お前はまだそんなに不幸せじゃないのだよ。だってお前は普通の女だもの。悪くもなければ良くもない。本質から普通の女だ。けれども私は違う。大変なやつだ。どうやらこれは普通以下だ。汽車は赤羽を過ぎ、大宮を過ぎ、暗闇の中をどんどん走っていた。ウイスキーの酔いもあり、また汽車の速度に促されて、カシチは脳弁になっていた。女房に愛想をつかされて、それだからとてどうにもならず、こうしてうろうろ女房について回っているのはどんなにみっともないものか、私は知っている。愚かだ。けれども私はいい子じゃない。いい子は嫌だ。何も私が人がよくて女に騙され、そうしてその女を諦めきれず、女に引きずられて死んで、芸術の仲間たちから純粋だ、世間の人たちから気の弱い良い人だった、などそんないい加減な同情を得ようとしているのではないのだよ。俺は、俺自身の苦しみに負けて死ぬのだ。何もお前のために死ぬわけじゃない。私にもいけないところがたくさんあったのだ。人に頼りすぎた。人の力を過信した。そのこともまた、その他の恥ずかしい数々の私の失敗も私自身知っている。私は何とかして当たり前の人の生活をしたくて、どんなに今まで勤めてきたか、お前にもそれは少し分かっていないか。藁一本それにすがって生きていたのだ。ほんの少しの重さにもその藁が切れそうで、私は一生懸命だったのに。分かっているだろうね。私が弱いのではなくて、苦しみが重すぎるのだ。これは愚痴だ、恨みだ。けれどもそれを口に出してはっきり言わなければ、人は、いや、お前だって、私の鉄面皮の強さを過信して、あの男は苦しい苦しい言ったって、ポーズだ、身振りだと軽く見ている。和江は何か言い出しかけた。いや、いいんだ。お前を非難しているんじゃないのです。お前はいい人だ。いつでもお前は素直だった。言葉のままに信じた人だ。お前を非難しようとは思わない。お前よりもっともっと学問があり、随分古い友達でも私の苦しさを知らなかった。私の愛情を信じなかった。無理もないのだ。
私はつまり下手だったのさ。こう言ってやって離床したら、風は一瞬得意になり、わかりました、もういいのよ、他の人に聞こえたら大変じゃないの。何にもわかっていないんだな。お前には私がよっぽどバカに見えているんだね。私はね、今自分でいい子になろうとしているところが心のどこかの片隅にやっぱり潜んでいるのではないかしらと、それで苦しんでいるのだよ。お前と一緒になって六七年にもなるけれど、お前は一度も、いや、そんなことでお前を非難しようとは思わない。無理もないことなのだ。お前の責任ではない。和江は聞いていなかった。黙って雑誌を読み始めていた。カシチはいかめしい顔つきになり、真っ暗い窓に向かって独り言のように語り続けた。冗談じゃないよ。なんで私がいい子なものか、人は私を何と言っているか、嘘つきの怠け者のうぬぼれ屋の贅沢屋の女たらしの、その他まだまだ恐ろしくたくさんの悪い名前をもらっているけれども、私は黙っていた。一言の弁解もしなかった。私には私としての信念があったのだけれども、それは口に出して言っちゃいけないことだ。それでは何にもならなくなるのだ。私はやっぱり歴史的使命ということを考える。自分一人の幸福だけでは生きてゆけない。私は歴史的に悪役を買おうと思った。ユダの悪が強ければ強いほどキリストの優しさの光が増す。私は自身を滅亡する人種だと思っていた。私の世界観がそう教えたのだ。強烈なアンチテーゼを試みた。滅亡する者の悪をエンファサイズして見せれば見せるほど、次に生まれる健康の光のバネもそれだけ強く跳ね返ってくる。それを信じていたのだ。私はそれを祈っていたのだ。私一人の身の上はどうなっても構わない。反立法としての私の役割が次に生まれる明朗に少しでも役立てば、それで私は死んでもいいと思っていた。誰も笑って本当にしないかもしれないが、実際それはそう思っていたものだ。私はそんなバカなのだ。私は間違っていたかもしれないね。やはりどこかで私は思い上がっていたのかもしれないね。それこそ甘い夢かもしれない。人生は芝居じゃないのだからね。俺は負けてどうせ近く死ぬのだから、せめて君だけでもしっかりやってくれという言葉は、これは間違いかもしれないね。一命捨てて作った刺繍粉粉のごちそうは犬も食うまい。与えられた人こそいい迷惑かもわからない。我人共に栄えるのでなければ意味をなさないのかもしれない。窓は答えるはずはなかった。カシチは立ってよろよろトイレットの方へ歩いていった。トイレットへ入って扉をきちんと閉めてから、ちょっと躊躇してひたっと両手合わせた。祈る姿であった。微塵もポーズでなかった。水上駅に到着したのは朝の4時である。まだ暗かった。心配していた雪も大抵消えていて、駅の物陰に薄ネズミ色して静かに残っているだけで、この分ならば山上の谷川温泉まで歩いていけるかもしれないと思ったが、それでも大事を取ってカシチは駅前の自動車屋を叩き起こした。自動車がくねくね電光型に曲折しながら山を登るにつれて、野山が闇の空を明るくするほど真っ白に雪に覆われているのが分かってきた。寒いのね。こんなに寒いと思わなかったわ。東京ではもうセル着て歩いている人だってあるのよ。
運転手にまで身なりの申し訳を言っていた。あ、そこを右。宿が近づいて和江は活気を呈してきた。きっとまだ寝ていることよ。今度は運転手に、ええ、もう少し先。あよし、ストップ。カシチが言った。あとは歩く。その先は道が細かった。自動車を捨てて、カシチもカズエも足袋を脱ぎ、宿まで半丁ほどを歩いた。路面の雪は溶けかけたまま危うく薄く積もっていて、二人の下駄をびしょ濡れにした。宿の戸を叩こうとすると、少し遅れて歩いてきたカズエはすっと駆け寄り、私に叩かせて、私がおばさんを起こすのよ。手柄を争う子供に似ていた。宿の老夫婦は驚いた。いわば静かに慌てていた。カシチは一人さっさと2階に上がって、前の年の夏に暮らした部屋に入り、電灯のスイッチをひねった。カズエの声が聞こえてくる。それがね、おばさんのとこに行こうって聞かないのよ。芸術家って子供ね。自身の嘘に気がついていないみたいにはしゃいでいた。東京はセルをまた言った。そっと労災が2階へ上がってきて、ゆっくり部屋の雨戸を繰り開けながら、よく来たねと一言言った。外はいくらか明るくなっていて、真っ白な山腹がすぐ目の前に現れた。谷間を覗いてみると、もやもや朝霧の底に一条の谷川が黒く流れているのも見えた。恐ろしく寒いね。嘘である。そんなに寒いとは思わなかったのだが、お酒飲みたいな。大丈夫かい？ああ、もう体はすっかりいいんだ。太ったろ？そこへ和江が大きいこたつを自分で運んで持ってきた。ああ、重い。おばさん、これおじさんのを借りたわよ。おじさんが持って行ってもいいと言ったの。寒くって金やしない。カシチの方に目もくれず、一人で異様にはしゃいでいた。二人きりになると急に真面目になり、私疲れてしまいました。お風呂へ入って、それから一眠りしようと思うの。下の露天風呂に行けるかしら？ええ、行けるそうです。おじさんたちも毎日入りに行ってるんですって。主人が大きいわら靴を履いて、昨日降り積もったばかりの雪を踏み固め踏み固め道を作ってくれて、その後からカシチ、カズエがついて行き、薄明かりの谷川へ降りていった。主人が持参した御座の上に着物を脱ぎ捨て、二人湯の中に体を滑り込ませる。カズエの体は丸く太っていた。今夜死ぬものとはどうしても思えなかった。主人がいなくなってからカシチは、あの辺かなと、濃い朝霧がゆっくり流れている白い山腹を顎でしゃくってみせた。でも雪が深くて登れないでしょ。もっと下流がいいかな。水上の駅の方には雪がそんなになかったからね。死ぬる場所を語り合っていた。宿に帰ると布団が敷かれていた。和江はすぐそれに潜り込んで雑誌を読み始めた。和江の布団の足の方に大きいこたつが入れられていて暖かそうであった。カシチは自分の方の布団はめくり上げて、テーブルの前にあぐらをかき、火鉢にしがみつきながらお酒を飲んだ。魚は缶詰のカニと干し椎茸であった。リンゴもあった。おい、
もう一晩伸ばさないか？ええ、妻は雑誌を見ながら答えた。どうでもいいけど、でもお金足りなくなるかもしれないわよ。いくら残ってんだい？そんなことを聞きながら、カシチはつくづく恥ずかしかった。未練、これはいやらしいことだ。世の中で一番だらしないことだ。こいつはいけない。俺がこんなにグツグツしているのは何のことはない。この女の体を欲しがっているせいではなかろうか。カシチは平行であった。生きて再びこの女と暮らしていく気はないのか。借銭、それも義理の悪い借銭、これをどうする。おめえ、半期違いとしてのおめえ、これをどうする。病苦、人がそれを信じてくれない皮肉な病苦、これをどうする。そうして肉親。ねえ、お前はやっぱり私の肉親に敗れたのだね。どうもそうらしい。和江は雑誌から目を離さず口早に答えた。そうよ、私はどうせ気に入られないお嫁よ。いや、そうばかりは言えないぞ。確かにお前にも努力の足りないところがあった。もういいわよ、たくさんよ。雑誌を放り出して、理屈ばっかり言ってるのね。だから嫌われるのよ。ああそうか、お前は俺を嫌いだったんだね。失礼したよ。カシチは水管みたいな口調で言った。なぜ俺は嫉妬しないのだろう。やはり俺はうぬぼれ屋なのであろうか。俺を嫌うはずがない。それを信じているのだろうか。怒りさえない。例のその人があまり弱すぎるせいであろうか。俺のこんなものの感じ方をこそ虚構というのではなかろうか。そんなら俺の考え方は皆ダメだ。俺のこれまでの生き方は皆ダメだ。無理もないことだなぞと理解せず、なぜ単純に憎むことができないのか。そんな嫉妬こそつつましく美しいじゃないか。重ねて四つという憤怒こそ高く素直なものではないか。細君に背かれてその打撃のためにのみ死んでいく姿こそ清純の悲しみではないか。けれども俺は何だ。未練だの、いい子だの、仏面だの、道徳だの、借銭だの、責任だの、お世話になっただの、アンチテーゼだの、歴史的義務だの、肉親だの、ああいけない。カシチは棍棒を振り回して自分の頭をぐしゃと叩き潰したく思うのだ。ひと寝入りしてから出発だ。結構結構。カシチは自分の布団をドタバタ引いてそれに潜った。よほど酔っていたのでどうにか眠れた。ぼんやり目が覚めたのは昼少し過ぎで、カシチはわびしさに耐えられなかった。羽を着てすぐまた寒い寒いを言いながら下の人にお酒を頼んだ。さあもう起きるのだよ、出発だ。和江は口を小さく開けて眠っていた。きょとんと目を開いて、ああもうそんな時間になったの。いや、お昼少し過ぎただけだが、私はもうかなわん。何も考えたくなかった。早く死にたかった。それから早かった。この辺の温泉をついでに回ってみたいからと和江に言わせて宿を立った。空もからりと晴れていたし、私たちはぶらぶら歩いて途中の景色を見ながら山を降りるからと自動車を断り、一丁ほど歩いてふと振り向くと、宿の老妻がずっと後ろを走って追いかけてきていた。おい、おばさんが来たよ。
カシチは不安であった。これなあ。老妻は顔をあからめてカシチに紙包みを差し出し、真綿だよ。うちで紡いでこしらえた。何もないのでな。ありがとう、とカシチ。おばさん、まあそんな心配して、とカズエ。何か二人ほっとしていた。カシチはさっさと歩き出した。お大事に行きなよ。おばさんもお達者で。後ろではまだ挨拶していた。カシチはくろり回れ右して。おばさん、握手。手を強く握られて、老妻の顔には決まり悪さと、それから恐怖の色まで現れていた。酔ってるのよ。和江は傍らから注釈した。酔っていた。笑い笑い老妻と別れ、だらだら山を下るに従って雪も薄くなり、カシチは小声で、あそこか、ここか、と和江に相談を始めた。和江はもっと水上の駅に近い方が寂しくなくてよいと言った。やがて水上の町が眼下に黒く展開した。もはや猶予はならん。ね。カシチは陽気を装って言った。ええ。和江は真面目にうなずいた。道の左側の杉林にカシチはわざとゆっくり入っていった。和江も続いた。雪はほとんどなかった。落ち葉が厚く積もっていてじめじめぬかった。構わずずんずん進んだ。急な勾配ははって登った。死ぬことにも努力がいる。二人座れるほどの草原をやっと探し当てた。そこには少し日が当たって泉もあった。ここにしよう。疲れていた。和江はハンケチを敷いて座ってカシチに笑われた。和江はほとんど無言であった。風呂敷包みから薬品を次々取り出し封を切った。カシチはそれを取り上げて、薬のことは私でなくちゃわからない。どれどれ、お前はこれだけ飲めばいい。少ないのね。これだけで死ねるの？初めの人はそれだけで死ねます。私は始終飲んでいるから、お前の10倍は飲まなければいけないのです。生き残ったら目も当てられんからな。生き残ったら牢屋だ。けれども俺は風に生き残らせて、そうして卑屈な復讐を遂げようとしているのではないか。まさかそんな甘ったるい通俗小説じみた。腹立たしくさえなって、カシチは手のひらからあふれるほどの錠剤を泉の水でぐっぐっと飲んだ。風も下手な手つきで一緒に飲んだ。接吻して二人並んで寝転んで、じゃあお別れだ。生き残ったやつは強く生きるんだぞ。カシチは催眠剤だけではなかなか死ねないことを知っていた。そっと自分の体を崖の縁まで移動させて、へこびをほどき首に巻きつけ、その端を桑に似た幹に縛り、眠ると同時に崖から滑り落ちて、そうしてくびれて死ぬる、そんな仕掛けにしておいた。前からそのために崖の上のこの草原を特に選定したのである。眠った。ずるずる滑っているのをかすかに意識した。寒い。目を開いた。真っ暗だった。月影がこぼれ落ちて、ここは？はっと気づいた。俺は生き残った。
喉へ手をやる。へこ帯はちゃんと絡みついている。腰が冷たかった。水たまりに落ちていた。それで分かった。崖に沿って垂直に下に落ちず、体が横転して崖の上のくぼ地に落ち込んだ。くぼ地には泉からちょろちょろ流れ出す水がたまって、カッシの背中から腰にかけて骨まで凍るほど冷たかった。俺は生きた。死ねなかったのだ。これは厳粛の事実だ。この家は風を死なせてはならない。ああ、生きているように生きているように。獅子なえて、起き上がることさえ容易でなかった。渾身の力で起き直り、木の幹に結びつけたへこ帯をほどいて首から外し、水たまりの中にあぐらをかいて辺りをそっと見回した。和江の姿はなかった。這い回って和江を探した。崖の下に黒い物体を認めた。小さい犬ころのようにも見えた。そろそろ崖を這い降りて近づいてみると、和江であった。その足をつかんでみると冷たかった。死んだか。自分の手のひらを和江の口に軽く当てて呼吸を調べた。なかった。バカ、死にやがった。わがままなやつだ。異様な憤怒でカッとなった。荒々しく手首をつかんで脈を調べた。かすかに脈拍が感じられた。生きている、生きている。胸に手を入れてみた。暖かかった。なんだバカなやつ、生きていやがる。えらいぞえらいぞ。ずいぶん愛しく思われた。あれくらいの分量でまさか死ぬわけはない。ああ。多少の幸福感を持って、和江の傍らに仰向けに寝転がった。それきりカシチはまたわからなくなった。二度目に目が覚めた時には、傍らの和江はぐうぐう大きないびきをかいていた。カシチはそれを聞いていながら恥ずかしいほどであった。丈夫なやつだ。おい和江、しっかりしろ。生きちゃった。二人とも生きちゃった。苦笑しながら和江の肩をゆすぐった。和江は安楽そうに眠りこけていた。深夜の山の杉の木はニョキニョキ黙って突っ立って、尖った針の梢には冷たい半月がかかっていた。なぜか涙が出た。しくしくおえつを始めた。俺はまだまだ子供だ。子供がなんでこんな苦労をしなければならぬのか。突然、傍らの和江が叫び出した。おばさん、痛いよ。胸が痛いよ。笛の音に似ていた。カシチは驚愕した。こんな大きな声を出して、もし誰か麓の道を通る人にでも聞かれたらたまったものでないと思った。和江、ここは宿ではないんだよ。おばさんなんていないのだよ。わかるはずがなかった。痛いよ、痛いよと叫びながら、体を苦しげにくねくねさせて、そのうちにコロコロ下に転がっていった。ゆるい勾配がふもとの街道までも和江の体を転がしていくように思われ、カシチも無理に自分の体を転がしてその後を追った。一本の杉の木に遮止められ、和江はその幹にまつわりついて、おばさん寒いよ、こたつ持ってきてよと高く叫んでいた。近寄って月光に照らされた和江を見ると、もはや人の姿ではなかった。
髪はほどけて、しかもその髪には杉の口葉がいっぱいついて、獅子の背の髪のように、山姥の髪のように、粗く大きく乱れていた。しっかりしなければ、俺だけでもしっかりしなければ。カシチはよろよろ立ち上がって風を抱きかかえ、また杉林の奥の方へ引き返そうと努めた。つんのめり、這い上がり、ずり落ち、木の根にすがり、土をかきかき、少しずつ少しずつ和江の体を林の奥へ引きずり上げた。何時間そのような虫の努力を続けていたろう。ああ、もう嫌だ。この女は俺には重すぎる。いい人だが俺の手に余る。俺は無力の人間だ。俺は一生この人のためにこんな苦労をしなければならぬのか。嫌だ。もう嫌だ。別れよう。俺は俺の力で尽くせるところまで尽くした。その時はっきり決心がついた。この女はダメだ。俺にだけ無再現に頼っている。人から何と言われたっていい。俺はこの女と別れる。夜明けが近くなってきた。空が白くなり始めたのである。風邪もだんだんおとなしくなってきた。朝霧がもやもや木立に充満している。単純になろう、単純になろう。男らしさというこの言葉の単純性を笑うまい。人間は素朴に生きるより他に生き方がないものだ。傍らに寝ている和江の髪の杉の口葉を一つ一つ丹念に取ってやりながら、俺はこの女を愛している。どうしていいかわからないほど愛している。そいつが俺の苦悩の始まりなんだけれども、もういい。俺は愛しながら遠ざかりうる何かしら強さを得た。生きていくためには愛をさえ犠牲にしなければならぬ。なんだ、当たり前のことじゃないか。世間の人はみんなそうして生きている。当たり前に生きるのだ。生きていくにはそれより他に仕方がない。俺は天才じゃない、気違いじゃない。昼少し過ぎまで和江はたっぷり眠った。その間にカシチはよろめきながらも自分の濡れた着物を脱いで乾かし、また和江の下駄を探し回ったり、薬品の空き箱を土に埋めたり、和江の着物の泥を半紀して拭き取ったり、その他たくさんの仕事をした。和江は目を覚まして、カシチから昨夜のことをいろいろ聞かされ、父さんすみませんと言ってぴょこんと頭を下げた。カシチは笑った。カシチの方はもう歩けるようになっていたが、和江はダメであった。しばらく二人は座ったまま、今日これからのことを相談し合った。お金はまだ10円近く残っていた。カシチは二人一緒に東京へ帰ることを主張したが、和江は着物もひどく汚れているし、とてもこのままでは汽車に乗れないと言い、結局和江はまた自動車で谷川温泉へ帰り、おばさんに、よその温泉場で散歩して転んで着物を汚したとか、なんとか下手な嘘を言って、カシチが東京に先に帰って着替えの着物とお金を持ってまた迎えに来るまで宿で静養しているということに手はずが決まった。カシチの着物が乾いたので、カシチは一人杉林から抜けて、みなかみの町に出て、せんべいとキャラメルとサイダーを買い、また山に引き返してきて、和江と一緒に食べた。和江はサイダーを一口飲んで吐いた。暗くなるまで二人でいた。
和江がやっとどうにか歩けるようになって二人こっそり杉林を出た。和江を自動車に乗せて谷川にやってから加七は一人で汽車で東京に帰った。あとは和江の叔父に事情を打ち明けて一切を頼んだ。無口な叔父は残念だなあと、いかにも残念そうにしていた。叔父が和江を連れて帰って叔父の家に引き取り、和江のやつ、宿の娘みたいに夜寝るときは亭主とおかみの間に布団引かせてのんびり寝ていた。おかしなやつだね。と言って首を縮めて笑った。他には何も言わなかった。このおじはいい人だった。加七がはっきり和江と別れてからも、加七と何のこだわりもなく酒を飲んで遊び回った。それでも時折、和江もかわいそうだね。と思い出したようにふっと言い、加七はその都度心弱く困った。